ゴーグリーニングロゴ市民への GG 情報を発信をグリーニングとはゴーショッピングゴーフィッシングゴーハイキングなる英語にちなんでグリーンを動詞として扱いその分子型をゴーと組み合わせて緑を楽しみましょう緑で行きましょう緑へ行きましょうなど森林浴や植物園ガーデン巡りなど植物に関わる行動の必要性を示すキャンペーン用語としての機能を この合成語で表した和製英語。ただし、香港の電力会社を参加に持つ CLP ホールディングスも同様の語を用いて2006年にこうグリーニングイニシアティブを策定している。Go グリーニングは大学人が2005年の愛知万博地球の授業レッツ緑の地球の財産発見で提唱され2008年5月4日に発足した。 サトシの気協会の活動標語の一つである。CLP ホールディングスは、住みよい持続可能な環境形成を目指す活動として、ゴーグリーニングイニシアティブを2006年に発表した。活動としては、3年間で30.000本の植樹、香港でのスカイウッドランドの開発、樹木と植物の管理に関するウェブでの情報提供の3つである。2010年、 大阪梅田に新築された、不国生命ビル4階に開設された、一般社団法人、テラプロジェクトウニエの、食、食、健康を、キーワードとした、山岳連携活動支援施設には、佐都市の基協会が一テナントとして入居していることも、あって、当該協会の活動標語、ゴーグリーニングを支援し、館内にその標語を掲げている。また、大都市を中心とした、都市緑化、 アーバングリーニングのキャンペーン用語に育てるべく、もの作り、こと作りのキャッチワードとして使用している。Go グリーニングの具体的内容については、大阪大学出版会から発刊した出版物の中で詳細に述べられ、また、大阪国際サイエンスクラブ会放で本語は説明されている。ありがとうございます。